私は竜を滑る。はて、これはなし。あんまり堅苦しいのは嫌だから、謎のお姫様ってことで納得してくれない？ミステリアスでいいと思うんだけどな。あれ、ここって、あ、私に何を求めますか、人の子よ。はて、そういうのいらない？はじめまして、異国のお方。私の名は、気軽に姫って呼んで。やあ、指揮官くん、ちゃんと寝れた？よしよし、毎日の睡眠は重要だよ。や、指揮官くん、今日も会えて嬉しいよ。あ、本当だってば。何の因果で私が呼ばれたのか、これも絵西のなせる技？またあいつとの距離が離れちゃったな。頂上の力を操る人々を、いつの時代も民は神と呼び、崇め、そして恐れた。神は神で大変そうだけどね。へい、指揮官くん、お暇ならお茶でもどう？いや、見たこともない飲み物とかあって楽しいんよ。ここの子たちすごいね。単身であんな怪物たちと戦って、竜とどっちが強いんだろう。はあ、周りの目がないとなんかだらけちゃう。指揮官くん、今のは見なかったことに。ここって美味しいもの多いよね。特に海の幸とか。私、カニとか好きなんだよね。ここでの力、一体何なんだろう。竜の力じゃないよね。謎は深まるばかりだ。あのね、一応私も高貴な羊なわけよ。でもそんなんで態度変わっちゃ嫌だからね。おっと、気軽に触れてもらっちゃ困りまして。こちとら一応高貴な身の上なもので、私に手を触れるとこの絵のやつらが何をするか。あんまり気軽なスキンシップはこの絵たちが騒ぎだしそう。指揮官くん、仕事が残ってるのに出歩くのは良くないぞ。お仕事残ってるよ。まだやること残ってんじゃん、サボんなよ。仕事完了だね、お疲れ様。忘れずに対価はもらっておきなよ。お疲れ様。お茶入れてあげるからさ、こっち来て少し休もう。指揮官くん、君宛ての文が届いているようだが、確認しときな。おかえり。疲れたでしょう。ほこりを落としてゆっくりしてきなよ。一言助言を。人の気持ちを推し量るということを覚えた方がいいですよ。見たこともない食べ物、飲み物、心を熱くする物語。すごく素敵な場所だね、ここ。ここのみんなは私の身分など関係なく自然に接してくれるけど、それがあいつを思い出しちゃうな。指揮官くん、どうした？こっちばっか見て。この姫の美貌に見とれてたな。私ってね、姫と名のつく立場だったせいか、こういうのってあんまり慣れてなくて、
どうしたらいいかわからなくて、その辺はうまくさせてほしいんですけど。あなたとは本当の縁を結べたと思うの。けど私たちは本当の意味で住む世界が違うから。でも変えられないことだとしても、過去ばかりを見てないで未来を見なくちゃね。あなたが語ってくれる事柄に興味が尽きず、そして共に過ごす時間が心地よい。その気遣いに心からの感謝を。お使いの方々がお戻りです。出迎えは上の者の責務ですよ。さあ参りましょう。新たなる力を授かる感覚というものはこのような感じなのですね。皆の者、誇りを持って敵を殲滅せよ。全軍突撃。時の声を上げよう。力を敵へと示せ。出撃。おお、勝った。戦いはあんまり得意な方じゃないけど、やれちゃうもんだね。よくできました。少しでもあなたの力になれたのなら幸いです。はい、たたたたた。ここは一旦引きます。全軍反転。駆け足始め。この身に秘めし力、今こそ解き放たん。こんな時あの方々だったら。お、見つかっちゃったよ。いいじゃん、個人的などんな格好で晩酌してたってさ。何、お酒でちょっとほてったお姉さんの柔肌がそんなに気になる。海の幸を魚に一献。なんて幸せな時間。いつもいつもお姫様な格好をしているわけじゃないのだよ。私だってプライベートな時間くらいはあるし。新鮮な海の幸が多くて幸せ。産地直送、賞味期限バッチリ。こんなに幸せでいいのかな。ねえ、食べ物とお酒が美味しいってことは、世の中が光で満たされてるってことの証左だと思わない？世の中には人として守らなければならないものが三つあります。愛と約束と。うん、結構いい記事使ってるよ。それも立場的にもそれなりに。そんなとこ触っちゃダメ。気になるのはわかるけど。あんまり気軽なスキンシップはこの絵たちが騒ぎ出しそう。指揮官くん、仕事が残ってるのに出歩くのは良くないぞ。仕事完了だね。お疲れ様。忘れずに対価はもらっておきなよ。指揮官くん、君宛ての文が届いているようだが確認しときな。指揮官くん、お疲れ。どう？一緒に一杯やってかない？一言助言を。人の気持ちを推し量るということを覚えた方がいいですよ。見たこともない食べ物、飲み物、心を熱くする物語。すごく素敵な場所だね、ここ。ここのみんなは私の身分など関係なく自然に接してくれる。けど
それがあいつを思い出しちゃうな。指揮官くん、どうした？こっちばっか見て。ははこの姫の美貌に見とれてたな。私ってね、姫と名のつく立場だったせいか、こういうのってあんまり慣れてなくて、どうしたらいいかわからなくて、その辺はうまくさせてほしいんですけど。あなたが語ってくれる事柄に興味が尽きず、そして共に過ごす時間が心地よい、その気遣いに心からの感謝を。お使いの方々がお戻りです。出迎えは上の者の責務ですよ。さあ参りましょう。新たなる力を授かる感覚というものはこのような感じなのですね。皆の者、誇りを持って敵を殲滅せよ。全軍突撃。おお、勝った。戦いはあんまり得意な方じゃないけど、やれちゃうもんだね。はい、たたたたた、ここは一旦引きます。全軍反転、駆け足始め。この身に秘めし力、今こそ解き放たん。こんな時あの方々だったら。皆の者、この身に秘め誇りを持って敵を殲滅せよ。時半全軍突撃。この身に秘めし力、今こそ解き放たん。インスタンス、この身に秘めし力、今こそ解き放たん。この身に秘めし力、今こそ解き放たん。インスタンスドミネーション。おお、勝った。戦いはあんまり得意な方じゃないけど、やれちゃうもんだね。皆の者、この身に秘め誇りを持って敵を殲滅せよ。時放たん。全軍突撃。この身に秘めし力、今こそ時放たん。インスタンス、この身に秘めし力、今こそ時放たん。この身に秘めし力、今こそ時放たん。インスタンスドミネーション。この身に秘めし力、ドミネーション、今こそ時放たん。あ、ごめん。おお、勝った。戦いはあんまり得意な方じゃないけど、やれちゃうもんだね。あなたが語ってくれる事柄に興味が尽きず、そして共に過ごす時間が心地よい、その気遣いに心からの感謝を。
なたが語ってくれる事柄に興味が尽きず、そして共に過ごす時間が心地よい。その気遣いに心からの感謝を。